この境界夜な夜な頭の中で響いてる。きっと旅のお方、陸にはくれぐれもご用心くだされ。何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴から蘇ったのですよ。黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです、柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかしあの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして常に一平を斧が下辺へと与えたのでございます。横島なる真っ白へ。ある日陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、斧が名をも顧みぬありさまでございました。無とせ前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、晩の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の頭は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう、手下どもは狂乱した頭を毒で死いそうといたしました。まずは胸をひとつき、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、真らと共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船で。こと切れる前に陸は真らの鎧を壱岐のいずこかへ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても、かつて陸の下で働いたが手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。壱岐の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が凶を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。
んでいちまったのさ。たかの最後どうだった？モノノフであったぞ。いるはずだが砦に入れん。待っておれ。幾人が毒を。弟は村で一番里い子だったんだ。それなのに猛虎のせいで変わっちまった。負荷の隠れ家でかくまってもらえ。ここは安全、悪い人はいないよ。いや、他に手立てはなかった。仲間を食わせなきゃならねえ。菰田で死んでくれりゃよかったもの。幻め、うん。
いつでも足立家を頼られよ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子同然だ。足立家はもう終わりだ。必死に助けようとしたが、政子殿、御身の咎ではない。まるで陸の患者だ。猛虎には負けないと樹脂に伝えな。あの毒を飲む気もさらさらないからな。気味が悪い、うん、みんなに何をしてたら知ってんだよ。あつちゃさ、おこるたんとるねごし。おしょどうしよう。アツチャさ、逃がしてやる。驚いたね、侍に助けられるなんてさ。お主湊か。だったら何。伝承の鎧を探しておる。お主は陸の手下であったとか。し、やめな、聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になると陸の気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど、本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。陸が眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜、北東の岸で船を止めた。そしたら海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海。十分ではないが、調べてみよう。鎧のことは忘れな。あんたのためだ。こちらの精鋭を出せ。速達を安心。
ことねえや。よく戦ってくれた。多勢に無勢かと思いきや、まさか全て討ち取るとは。助かった。石膏は生かしておくな。必ずや猛虎を退かせよう。こっちにいます。待たせてしまったな。太田家族に殺されるところだった。死ぬかと思いました。行け、達者でな。へばったのか。己はいずれ狂い死ぬ定めだ。
前と同じ調べではよくない。猫のような荒々しい曲は。せずして新作ができた。茶のたしなみ方を丁寧に教えた後、茶碗を割った母上を思い出す。別の器に茶を継ぐことになったが、習わしを知るだけでは足りず、それを破ることで本質を知ると言っていた。海が光っておる。リクもここへ来たのか。この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるやも。火をつけたいが、火の矢が役に立つな。
殺されて間もないようだが、誰に？何者かの踏みだ。
より高くから落ちてみよう。苦しみが終わるぞ。どれが幻で誠なのか、もはや見分けられまい。正気を失ったのか。
し。
Huh?
し、財宝の山、幾とせかけて集めた。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を。そして猿神様の真力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。
飯であろう、勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。告げてきたか。
お導きを。仲間が上を嘆いている。一輪に別れを。
上を嘆いている。Ah!
猿ども宴だ。さて外へ出るか。
その鎧、下にお似合いですな。在りし日の陸を見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよこせ、楽に死なせてやる。小便して、この後陸のむくろにかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。たりとなるか頼りとなるか。
我からは逃げられぬぞ。そばで見ておるからな。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。大鷹の毒が回っておる。ここで初めて酒を飲んだ。酒が尽きた。お前が取ってこい。はい、父上。みな、今日はよくやった。私からも礼を言いたい。父君のご尽力です。海賊は父君を一切りと。実に殿にふさわしいの。私も見習わねばな。ではこれにて失礼。酒を頼まれたのだ。ああ、ではこちらを。海賊どもの酒ですがね、お持ちください。お持ちいたしました。よし、座れ。さあ、お前も飲め。老頭とは言わばないのですか。老頭との間には隔てを置かねばならん。なぜ。ひいきは好機を乱すからだ。父上のために戦ったのに。それが奴らの務め。問答は無用だ。わしと地頭殿もそうだ。お主の母とも同じことを語った。あれの言葉は助けとなったな。私も恋しく思います。千代は思いやりと知恵のある女であった。あれが死んだ時、わしの何かも死んだ。母上との思い出はこの笛だけです。聞かせてくれんか。さあ、吹け。初めて父上に頼りとされた。初めて親子だと思えた。
親と赤子が互いに身を寄せ合って。毒の力だ。長田湖の野営に近づくんじゃないよ。猛虎に奪われちまった。皆は無事か？まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど、でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。御坊が生きておればここへ連れてまいろう。しばし待っておれ。嘘だ嘘だ嘘だ。なあ、お前が俺を責めるとはな。鎌倉で戦うつもりか？誰でも受け入れるな。それ以上寄るな。もう一度侍が相手だったら策を練られるんだけどな。侍のように突っ込むだけだったら今頃追い払えていたさ。侍が来ればよかったんだ。故郷を燃やされるのに変わりはないぞ。頭は家に小便をかけた男を殺したらしいぞ。不意に船が現れて俺たちに火の矢を幾度も放ったんだ。故郷も何もかも失ってしまった。むごいな。故郷はどこだ？西の海辺の中ほど。気をつけろ。奴らは人と見れば襲うぞ。ここにおれ。様子を探ってこよう。男に脆い鎧は合わないよ。渾身の出来だよ。大事にしな。目が利くね。